新キャラ、アルティメット孫悟飯、リーダースキル、魔人ブー編、または救世主カテゴリの、記憶プラス4、HP とアタックと、ディフェンス 150% アップ、パッシブスキル、魔人ブー編カテゴリの味方が2体以上いるとき、一度だけ登場時演出が発動し、2ターンの間味方、全員のディフェンス 58% アップし、バトル中自身の気力プラス6、そして自身の気力プラス3、アタックとディフェンス 180% アップし、すべての攻撃をガード、攻撃参加中の味方全員が、魔人ブー編カテゴリの時、属性気玉の内ランダムで、即気玉以外の1種類を即気玉に変化させる、気力メーター12以上で、さらにアタックとディフェンス 58% アップ、気力メーター18以上で、さらにアタックとディフェンス 58% アップ、必ず追加攻撃し超高確率で、必殺技とアクティブスキルが発動、または気力メーター24で、さらにアタック 58% アップし、魔人ブー編カテゴリの自身を除く、味方全員のディフェンス 20% アップとターン開始時に敵が一体で、敵の HP 58% 以上の時、さらに2回追加攻撃し、中確率で必殺技が発動、アクティブスキル、アクティブスキル発動条件、敵が一体の時、敵の HP が58以下で発動可能、または登場から6ターン目以降、自身の他に攻撃参加中の魔人ブー編カテゴリの味方がいる時、発動可能、1回のみ、アクティブスキル効果、相手に究極ダメージを与える。そして、1ターン自身の気力プラス、24、ディフェンス、58% アップ。ユニット必殺技、発動条件、名称に孫悟天幼年期、または、トランクス幼年期、または、ゴテンクス魔人ブーを除くを含む、キャラが攻撃参加中の味方にいるとき、気力18以上で発動。それでは最後に、アルティメット孫悟、ゴハンの必殺技を見ます。なんだ、この気は。兄ちゃん。兄ちゃんだ。よかった、間に合って。お前は。